ではですね、今回は、プロモーショナルコピーライティング完全マスターコース第5期の、竹地彩香さんにお話を伺いたいと思います。どうぞ彩香さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。ではまずカメラに向かって自己紹介からお願いします。はい、今5期を受講最中の竹内彩香です。今料理家として活動してまして、プロモーション意識を初めてやりたいなと思ってこの5期に参加させていただいてます。よろしくお願いします。はい、まあでも本当にこの彩香さん、ね、料理研究家っていうのは後藤さん初めてですよね。あ、そうですね、うちは初めて、受講生さんが初めてなんですけども、うん、まあ、あのプロモーション意識っていうことは、はい、なかなか普通にね、料理研究家されてる方は知らない言葉だと思うんですけども、うんうん、なんでそういうことをやってみたいなと思ったきっかけとかってあるんですか？あの後藤さんにすごい憧れて、もともとにライフマネーコーチの鈴木愛さんがずっと1期3期5期と受けてらっしゃるということで、どんな講座なのかなって気になっていたんですけれども、後藤さんの108万円でプロモーション意識受注できたっていう YouTube の動画を見て、丸パクリさせていただいたんですね。そしたら115万で、初めて売れることができました。売れたんですね。売れました、 YouTube を見て。後藤さんの108万を超えてきました。あ、 YouTube の無料ので見た動画で売れちゃったって感じ。そうなんですよ。すごい、無料でこんなに売れるんだったら、もう有料ってどんなんなんかなって思いまして、なんか気がついたら入ってしまいました。なるほど。あ、でもこういうケースもやっぱりありますもんね、後藤さんね、 YouTube 見ておられてみたいな。そうですね、最近やっぱ増えてきましたね。面白い、ね、でも実際どうですか、こうなんかこうやってみて、まあ、難しいところとかもあったりとかもあったとは思うんですけども、はいはい、入られてまだね3ヶ月ぐらいなんですけど、割と数字が、ね、出てきてるというのを伺ったので、ちょっと言える範囲で構わないので、教えていただいていいですか？そうですね、まずは132万の口座、今までで、まあ、一番お金を高額上げたものがあるんですけど、それが売れたのと、あとは継続生産っていうのを初めて募集したんですね。そしたら8割9割の方がそのまま継続してくださって、で月額3万円なんですけれども、固定の報酬っていうのができたんです、うんうん、なのでお料理教室だったり自分の企業スクールの安定ができたのと、心と、まあ、お金の安定ができたのと、あとその企業さん案件のですね、年間の契約ができたっていうので、すごくもう安心して。だからもう数ヶ月ぐらいで200万、300万ぐらいとかの、ね、そうですね、あれは回収されてるんですよね、はい、そうなんですよ、ありがとうございます。こちらこそ嬉しいですよね、まだ3ヶ月目でここまでの結果っていうのが、すごい嬉しい、ね、本当すごい。でも後藤さん、こんな風にもコンテンツがしっかりされてる方が、こう売り方を知らないとか、その継続とかね、取り方を知らないとかで、結構落としてるケースって多いですよね、きっとね。多いですね、もうだからしっかりした商品サービス提供してる人たちはやっぱり自分の技術とか教え方とかっていう、そこにやっぱこだわりがあるから、お客さんを実際集めたりとか、やっぱ売上利益につなげていくっていう施策がやっぱり不足してる部分がかなりあるんで、そこをテコ入れするとか見直すだけで、まあ、簡単に上がるっちゃ上がるんで、だからより早いですよね、そういう方は、ね、しっかりコンテンツがもう作られてもいい内容であるってことがすごいなっていうふうに思いました、でどうですか、また今新しいチャレンジもされようとしてるですよね。そうですね、今までは本当になんとなく数字を計算したことがなくてですね、もう10年間もパン教室のスクールやらせていただいていて、自分の気の向いた時に募集をして、たまたまその SNS の投稿を見た方が入るっていう形だったので、売上のこの波があってコントロールすることができなかったんですよ。でもやっぱり安心安定が欲しいじゃないですか。なので後藤さんが数字コントロールできるようになるよっていうことをおっしゃっていて、ほんまかいなと思ったんですけど
キュリカサレに、ね、本当にそういう世界があってただ知らないだけでやっぱりやってなかったのはもったいなかったので、はい、すごく楽しみに、ね、しています。ね、またね新たな、ね、キャンペーンというかプロモーションもね、スタートされるということで、はい、すごい今後楽しみですよね、山さん。そうですね、やっぱり後藤さんのこの講座っていうのはお仕事の取り方まで教えてくれる講座ってなかなかないんですよね。スタートからすぐにこの数ヶ月で稼げるっていう講座、そんな企業塾はあんまりないので、そこがすごくいいなと思って、私はライター志望ではないんですけれども、それをそのまま自分の業界に取り入れたらめちゃくちゃいいと思ったんです。本当にこれコンテンツ持ってる方こそこの彩香さんみたいに生かしていただきたいですよね。うんうん、そうですね、もう早いと思いますよ、すごい、一気にね数字がもう伸びるスピードだったり、あと安定ですよね、やっぱり安定的にね、安心安定、で安心したらさらにね、上を目指せますからね。ありがとうございます。嬉しいです。では最後にですね、じゃあ、彩香さんの方からこれ見てる方で、同じようなね、もともと彩香さんと同じようなお悩み持ってる方がいらっしゃるかもしれないので、メッセージをお願いしてもいいですか。はい、この、ね、動画をご覧になってる方は、私のように、悩んでいたりする方が多いと思うんですけれども、やっぱり実際にこうその形を現場で見て自分のビジネスに置き換えたらどういうふうに取り入れることができるのかっていうイメージがしやすいので、ぜひリアルで参加していただいて学びながら実践するっていう時間が毎回ワークでありますので、ぜひ一緒に学んで形にしていきましょう。迷ってたら必ず参加してください。はい、はい、というわけで今回5期の彩香さんに、はい、お話を伺いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。